私だってその気になれば一斉をメロメロにしちゃうことくらいできるわ。部長あらあら、例えば例えば、そうね家庭教師プレイとかよ。家庭教師プレイ。一斉くん、次のテスト頑張ってね。もし学年3位に入ったら入ったら先生の胸を好きに触らせてあげるわ。あらあら、でしたら私は人妻不倫プレイですわ。おお、人妻不倫プレイ、大人に住む若妻とのいけない秘め事あげる。家庭教師最高。間違えて主人の分まで食事を作ってしまいましたの。よかった。妻最高。好きでしょ。二人とも最高。ちょっと一星、大丈夫？一星くん最高。